時刻とは、時間の流れにおけるある一点、連続する時間の中のある瞬間、または時間の区分のこと。ある時点や、時間の区分や現在を、他の時点や、時間の区分と区別する表現である。この記事は主に、日常生活で用いる時刻を扱う。時刻の表現を、時報という、一般的に日を特定せずに、一日のうちの時点や、時間の区分を表現する。 1>, 1日を単位とした時間区分の表現を日付、1日のうちで時点や時間の区分の表現を時刻とそれぞれ区別する。講義は歴法や記念法を含む。現初の区分時刻表現として物理的に各地可能な最小単位は日の出と日の入りによる日で、より小さな分割は人為的で分割方法により様々な時報がある。 極限は白夜など日の出も日の入りもない時期や悪天候の際は太陽の運行を判別できず日や時刻の特定が困難である。不等分方法1日は朝、昼、晩と3つに分ける他に明け方、早朝、朝、昼前、昼後、夕、夕方、晩、夜中、深夜、未明など詳細に区分する表現もある。世界各地で類似表現が見られ、 挨拶も、その区分により使い分けられる場合が多い。当日を基準にして一昨日、昨日、昨晩、昨夜早朝、明日未明、明日、明後日、しあさって、渡るの明後日など、日を単位とする時間の区分表現もある。他に1日の区分で、朝一番や夕飯時、酔いの口などの慣用句や、一年の区分で、桃の咲く頃、下りがつおの取れる時期など、 季節や時節を用い、複数年を一昨年の晩秋などとする表現もある。夜中、深夜、未明など、一般生活上の感覚と、行動や気象など生活に関連する業務における定義は、差異があり、違和感も見られる。当分方法現代の時計コロンによる、区切り、1日は十四時間、一時間は六十分、一分は六十秒、と規定する。 時と分は60進法の等分であるが、日は12の倍数による12等分か24等分を使用する。裏返すと、分身が1回転したら地震が1まで進む。分身が12回転したら地震が1回転する。地震が2回転したら1日になる、という仕組みになる。午前と午後を、それぞれ0時から12時までとする12時制のほか、 午前と午後を分けずに1日を0時から24時までと、する24時制がある。多くは、年、月、日、時、分、秒で時刻を表現し、コロンで時分秒を区切る。日付と時刻の表記に関する国際標準規格の ISO8601 は、基本形式においてはコロンを用いず、拡張形式の場合にコロンを用い、末尾に時刻帯を表記すると規定している。 AM、PM を用いる場合、午前0時は12時 AM、午後0時は12時、PM である。日本で散見する AM、PM の前置は日本語表現の影響である。午前、午後を明示する場合は、時刻の表示に0から12を用いる。地域や国により、時刻表や放送番組中などの日常生活で12時制を、 多用するが、交通機関などで午前と午後の錯語を回避する際は24時制を用いる。自衛隊においては4桁のアラビア数字を用いて表記し、1桁ずつ粒読みする。また、時間帯を示す場合は4桁のアラビア数字の末尾に対応するアルファベットを記し、通話表に則っ,った発音をする。日本は交通機関や経済活動を中心に、 コンピュータや家電製品のタイマーなど24時制が広く使われる。時計はデジタル表示を12時制と24時制に切り替えられるものが多く、アナログ表示の24時制は世界時計など少ない。公共交通機関は24時制が多く、鉄道時刻表は午後12時例分の到着を24時、午前0時、例分の出発を0時と書き分け、 駅の時刻表で午前0時を24時とする事例も見られる。テレビ放送は12時制を採用している。深夜0時以降は NHK は通常の12時制で暦通りに表現する。民間放送は放送システムの関係から放送上は12時制だが24時以降の時刻をシステムの切り替えタイミングとなる28時から29時までとして使う場合が多い。 午前4時ないし午前5時までは当日の放送ではなく前日の放送の続きとして扱う。このため NHK と民放で以下の祖母を生じ、暦上の日曜午前0時は自衛隊においては24時制が採用されている。時刻と似た概念に時間がある。これはある時刻から異なる時刻までの間隔である。時刻は間隔尺度で時間は比率尺度。 または、比例尺度である。日本では、時刻の意味で時間という言葉が使われることも多い。鉄道の時刻表は、主として、発車時刻をまとめて記載したもので、時刻表とすることがほとんどだが、九州旅行案内者が発行する、総合時間表九州版など、時間表もある。JTB 時刻表も、1925年4月の、総刊時は、記者時間表だった。 西洋では古代には日の出と日の入りの間をそれぞれ12等分する不定時法が用いられており季節によって長さが異なっていた後に1日を24等分する定時法に改められたバビロニア人やエジプト人は日の出アラブ人やユダヤ人は日の入りを1日の始まりとしていた定時法が採用されさらに時計が発達してからは 夜半を1日の始まりとし、南中を12時、その以前を午前、以後を午後として、それぞれを12等分する現在の時法となった。より精密な機械式時計の発達とともに、13世紀にさらに細かな分割である文と美が作られた。ただし、19世紀頃までは、洋上の小舟などで正午を1日の始まりにしていたこともある。これは、移動や、 軽度の違いによって時差が生じるため、その海域の時刻の基準は成虫を観察する他に方法がなかったためである。中国では古代には1日を100等分して1つの分割を国としていたが、元代に1日を12等分して、夜半から12市を順に振って、この国、牛の国とする時たつが生まれた。それぞれの分割は、 国といい、百分割の時と区別するために、立つ国とも言う。秋夜に西洋の時計とともにその時法が導入されて、一日を24時間とする時法も使われるようになった。その際、それまでの字の半分である西洋の字は、正字と呼ばれるようになった。この名称は現在でも使われており、正字は時間という意味である。古代の国は、 現在でも一応中国で、クォーターの音訳で15部の意味で使われている。ただし現代の実生活で使うことは少なく、通常は45分や15分などで言い表している。時刻制度の始まり、日本初期には660年に中野大江の王子が牢獄を作り、671年には、この牢獄を新しい天文台において太鼓とかねで時を知らせたとの記録があり、 これが日本における時刻制度の始まりとされている。また、牢国が設置された日は、1920年に、地の記念日に制定されている。区分法の別と、その変遷日本では、中国の1日を12等分する時法や、100等分する時法が導入された。当初は1日を12等分する定時法で、室町時代頃から、日の出と日の入り、または、夜明けと日暮れの間を、 それぞれ6等分する不定時法が用いられるようになった。天文や歴法で使う時法は一貫して定時法だった。江戸時代にはその不定法に表示を合わせた和時計も作られた。日の出と日の入りは地軸が傾いている地球では毎日少しずつ変化し、また地軸が4.1万年の周期で約21.5度から24.5度の間で変化しているため、 不定時報による時刻も仙台藩と薩摩藩のように離れた土地でも異なり、また同じ太陽歴の月日の同じ土地であっても室町時代と明治時代では微妙に異なることになる。地軸が23.24度である現在の日本において札幌と東京との日の出時刻を比べると、下市では札幌が東京より早く、東寺では札幌が東京より遅い。 九で表す十二等分法室町時代後半から時刻を時象の数で呼ぶようになった。時象は昼に九つ打ち、一国ごとに一つずつ減らして四つの次は深夜の九つに戻り、また一国ごとに一つずつ減らして四つの次が昼の九つとなる。中国の運用の考え方では九を特別な数として扱い、最も縁起の良い数と考えられていた。 このことから、昼を9、以降一刻ごとに9を2倍、3倍、4倍、と増やしている。ただし、この数だけ鐘を鳴らそうとすると最大で54回も鳴らすことになるため、10の桁を省略した。昼と夜で同じ数があるので、これらを区別して、右の表のように読んだ。しかし、江戸時代以前の人々の生活は、夜明けから日暮れまでが中心だったことから、 昼間の時刻という前提で日常会話では、昼や朝は省略されていることが多かった。ただし、6つだけは明け方なのか夕暮れなのかわからないため、明6つ、暮れ6つと言い分けた。国の分割法夜間の分割については6等分の、他5等分の皿天方もある。日暮れを1皿とし、2皿、3項として、夜明け前は5項となり、 一つの皿はさらに1点から5点まで5等分され、夜明けはここを5点となる。一国の真ん中を聖国と呼び、または一国を3等分して、上国、中国、下国とする分割もあった。太陽暦の導入と24次八1873年1月1日、太陽暦の導入と同時に、西洋式の時法が導入された。軍隊内部では、午前、 午後の錯誤を防ぐために24時制が使用されていた。1942年10月11日、鉄道省が12時制から24時制へ以降、一般人の間にも24時制が普及し、現在に至る。文化に見る時刻表現太陽が南中する頃が、馬の時だったことから、南中時刻を馬の星国と呼んだ。これが現代でも昼の12時ちょうどを表す。 正午の語源となっている。午前、午後は、その前後の時間ということである。午後2時から3時頃に、仕事の手を休めて取る休憩時に軽食を取る習慣が、江戸時代から始まった。この時間が大洋素、昼八つ、つまり八つ時であり、午後3時頃に食べる間食を指す、おやつという言葉が生まれた。現代では、おやつは、間食全般のことを指し、 時刻には左右されない言葉になっている。落語の演題である、時そばでは、今何時代の問いに、9つで、の応答を期待していたところ、4つでと答えられ、大金のごまかしに失敗するというオチである。これは、9つと4つが隣接していることが承知されていないと、多少の唐突感がある。クレムツ、鳥の国は古神党に代表される、民間信仰などの、 宗教的な意味合いを持つ時刻の表現として、大間時といった、大火事合う間が、時、合う、魔時ともいい、黄昏時のことである。黄昏時は、木が太陽を表し、蔵が暗いを意味する言葉である。黄昏時は、誰彼時とも表記し、誰そ、彼、つまり、そこにいる、彼は誰だろう。よくわからないといった、 薄暗い夕暮れの辞書をそのまま言葉にしたものであり、本来の夕暮れを表す漢字の黄昏にこの黄昏を読みとして合わせた。牛蜜時も新域や常よへ誘う歯境であると考えられ、古くは平安時代に呪術としての牛の時参りが行われ、草木も眠る牛蜜国といえば、講談や落語の階段の枕として使われる上等文句でもある。 フランス革命の指導者たちが提唱した、1日を10のべき数で分割する方法。メートル法と同じく、すべてを10のべき数に変えようという発想に基づいている。10進化時間を参照。コンピュータの内部動計は、人とは無関係の秒だけを用いた時法が用いられる。デートコマンドなどによる表示は、内部時刻をユーザーの地域の地方時に換算したものである。 多くの OS のインストーラーがインストール手続きの大抵は最後の方で地域の指定を入力させるのはそういったコマンドが参照するためのタイムゾーンの設定をそのマシンを運用する地域のものにするためであるユニックス系のシステム多くでは内部時刻を1970年1月1日0時0分0秒を起点としそれから経過した秒数で表す以前 多くはこれを32ビット符号付け整数として扱っていた。他に1970年1月1日例事例分0秒からの経過時間を64ビットのミリ秒で表したり、1904年1月1日からの経過秒数を倍精度不動小数点数で表す例もある。NTP では1900年1月1日例時例分0秒を起点とし、 そこから経過した秒数を32ビット符号なしで表す。しかし実は厳密には経過した秒数を管理しているわけではない。本当に経過した秒数で管理しているならば、ウルー秒によって2017年現在で30秒近い挿入された秒を参入したものでなければならないが、ほとんどのユニックス系システムではそのような運用はされておらず、現在の日付と 時刻をもとに、ウルービオの存在を無視して求めた秒数が、本当のここで扱っているシステムの時刻とされる値である。これら秒数のカウンターは上限が決まっているため、いつかは桁溢れを起こし、それ以降の時刻に対しては正しい演算が行えなくなる。上述した Unix の方式では2038年1月19日に、溢れる2038年問題、 NTP では同様に2036年2月7日に発生する2036年問題が指摘されている。ありがとうございます。